はい、どうも、大粒でーす。今日はちょっとね、純正のデカールたちをちょっと剥がしていこうかなと。ちょっとね、結構正統派というか真面目なバイクなんで、ちょっと剥がして感情崩していこうかなと思います。はい、こちらの USB 電源をちょっと取り付けていこうと思います。で、こちらカプラーオンタイプ、純正のオプションコネクターに挿すだけです。はい、あとこいつね、マルチバー。はい、ほんでね、まずマルチバーを取り付けました。で、その後 USB 電源をつけてからちょっとデカール剥がしをねやっていくんですけど、まあこちらは簡単、まあカラーを入れてボルトで止めるだけです。で、一応ハンドルクランプがこっちの方とかにもバーつけれるタイプあると思うんですけど、ちょっとサーキットで動画を撮りたいっていうので、やっぱここからね GoPro つけて撮りたいということで、今回はこちらを選択しましたという感じです。はい、こんな感じでね、今つけ終わって、配線はね、まあ、こちらの多分メインハーネスの方かなからこう一緒のところを通っていって、今サイドカール外してるんで、でこの中にもこう入るんで、でずっと引っ張ってって、でこの中通して、この中これ通して、でここの、純正オプションコネクターね、これをカチャッと付け替えるだけで簡単にできちゃいます。で、あとは起動確認。うん、青く光ってんね。うん、バッチリ。はい。で、これ防水じゃないみたいなんで、これしっかり閉めてくださいとのことです。はい。で、早速やっていくんですけど、デカール剥がしね、いろいろやり方あると思うんですけど、まあ、ちょっとヒートガンで温めて、やる方法でやろうかなと思って、ちょっとね今ね軽く取ってみたんですけど、この通り簡単にね手でね綺麗に剥がれそうなんですよ。まあ、新車で勝手にまだ何ヶ月数ヶ月しか経ってないっていうのもあるんで、まあその影響はだいぶでかいのかなとは思うんですけど、ちょっとねこのまま綺麗に剥がれるかやっていこうかなと思います。うん、余裕で剥がれ、お、剥がれていくね。余裕だね。今日ね結構太陽も出てて、あ、暑くてね、さっきからずっと日に当てられてるからっていうのももしかしたらあるかもしれないけど、まあやっぱ新車だからね、それが一番でかいかな。デカールってさ、年数経ってるバイクとかでもやっぱ剥がしにくいもんなのかな。やっぱ20年とか経ってる車両はやっぱあれなのかね。デカール剥がしたらなんか傷か汚れか出てきた。そう、これ剥がしたらさ、グランプリレッドストライプ買った意味あんまりないよね。まあでもこの外装の色はこれしかないのかもしれないけど、結構印象変わると思うんだよね。もうここ取っただけでだいぶ印象違うね。ちょっとこの辺やっていこうか。いや、これ超余裕だわ。超綺麗に剥がれるよ。なんか塗装が甘いとこ見つけました。角っこが黒いね、これ
クリアが薄いのかな。吹いた後に多分削ってやすって整えたのかわかんないけど、下地の黒いのが見えてる。あと、あの車の動画見てもらってる方はね、僕が傷に全くうるさくないの知ってると思うんですけど、傷だらけなんでね、車は。バイクももちろん全然気にしないですけど、もうタンクとかすごいからね、擦り傷すごいよ、傷だらけで。コーティングしたいんだけどさ、なんかね、コーティングのね、案件とかちょっとぶっちゃけもらってるっちゃもらってるんだけど、案件のね、あのメール結構いただいてはいるんですけど、ちょっとね、めんどくさくて返信してないのがもうほとんどなんで、でね、あんまりね、受けたいなって思う案件がね、あんまりなくて、そのコーティングはね、受けようかなって思ったんだけど、実際ちょっとめんどくさくて受けてないっていうのが現状なんで、いつか返信しようかなとは思ってるんですけど、意外とね、僕みたいな底辺 YouTuber でもね、案件のメールね、結構来るんで、はい、ドラレコだったりとかね、なんか LED のパーツだったりとか、コーティングだったり、いろいろ来るわけですよ。やばい、超綺麗。やばい、印象だいぶ違うな、これ。やばいな。お、なんだなんだ、丸くなんか取れたの。いいね、いいね。なんかあそこ見える、一部なんだよこれ。あ、さっきなんかの傷になってたよ、ここ。傷になってたとこだ。デカールが多分切れちゃってんだろう、これ。うん、はい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 。次はじゃあこの辺行こうか。これ塗装？これ塗装になってる、もしかして。嘘やろ。今ちょっと一部やってみたんですけど、ちょっとタンクの方はね、これ塗装しちゃってるっぽいんですよね。なんか境目が全くなくて、爪が入んないんですよ。なんか塗装してるっぽいね、これ。いやー、どうしよう、ここだけ残るのは嫌だからな。ちょっとこれは考えものだね。ちょっと考えます、これは。ここだけ残るのはちょっと不細工になっちゃうし、後ろはもう取ったから、後ろはこっち側取ろうと思うんだけどいや、まさかだわ。うわ、マジかよ。ここの、どうしよう、ちょっとまた調べてやろうかなと思います。
温めたらいけそうやん。あっち。いやーこれいけそうやねんけど、なんか下の塗装残ってまんねん。結構むずいね。これがデカール剥がしってやつか。そっちの多分カウルとかについてるのは普通のシールなんだろうね。これがタンクのこうやってついてるのがデカールっちゅうんやろうな。取れちゃった。すごい簡単にこれちぎれちゃうんだね。繊細やな。取れちゃった。あとはこの細かいところを温めすぎると糊が残る。いや、むずいな。すぐ切れてまうね。
タンクね、タンクなんですけど、やっぱもともとこの塗装の段付きがあって、こんな感じでちょっとよく見ると分かっちゃうんで、ここはちょっとやすって削るか迷ってはいるんですけど、まあとりあえずこのままでいこうかなという感じです。はい、カエディアの方もこういう感じでつきました。でサーキットの時は多分これを取って、ここに GoPro のマウントをつける感じかな。はい、あ、そうそう、でバイクの振動で結構 iPhone 壊れるっていう話を聞くんですけど、どうなんですかね、皆さん壊れてますか？ちょっと気になります。一応全部ねデカールが取り終わった状態です。だいぶ雰囲気違うね、やっぱり。フェンダーレスキットもつけて、これまでやってる人いないっしょ、ニダボでグランプリレッドでという感じで、以上です。